ます。演技宣言を発表いたします。お。はい、それではですね、那須夢バルーンプロジェクト那須元気宣言、昨年、3月の11日東日本大震災から1年、東北の中心に全国ではまだ悲しみと苦しみの中笑える方がおります。私たち那須高原も多くの人たちが大震災で被害を受け、その後の福島第一原発事故によるお客様の減少で那須地域全体も被災地同様の大きな被害を受けた。このような状況の中、私たち観光事業に関わる業者として、一人一人が立ち上がることで那須を元気にしたいという思いで、今日4月15日を迎えました。本日ここにお集まりの皆様、盗んだら今私たちができることは、それはこの1万個のバルーンを皆さんそれぞれの思いで元気に飛ばすことだ。私たちはこのバルーンを通じて全国の皆さんに那須高原から私たちの元気、今を、そして感動を届けたい。私たち那須夢バルーンプロジェクト実行委員会は、那須高原はこんなに元気だぞ、皆さんぜひ那須にですそれを聞かせという思いを込めて那須元気宣言を行いたいと思います。